何か気に入った？すげえ熱心に読んでるじゃないかよ。なんかうまそうな食い物が載ってるか。レディースサイズでミニだよ。ですね。寝るな。俺に。そうかな。ありがとう。響きが綺麗？そうかな。私結構好きなんだ、自分の名前。音ってほら、音色の音、音って感じ。尾の方は糸口のことで、物事の始まりとか手がかりとかを指すんだ。新しく始まる音、つまり産声。私の誕生した瞬間のインスピレーションで決めたんだって。新しく始まる音だって。
く、歩く、深い歩みって書くの。お待たせ。あれ、どうかした？別に、何でもないよ。そうかな。そうだよ、ミフったら。ミフの心配性がまた始まった。ミフはね、お花博士だよ。だったら、お姉ちゃんはデザート博士だね。ううん、私はデザート大臣で、お花博士の助手なの。ねえ、博士。ギャハッ。なんだね、助手君。博士はお花にとってもお詳しくいらして、お花のことなら何でもご存知ですよね。それほどじゃないがの。それに童話も詳しい。絵本とか子供向けの物語とか詳しいっていうか、ただ好きなだけなんだけど。あ、今も持ってるよ。これ、銀河鉄道の夜。知ってるの？泣けるよね。お前のほっぺをこうしてくれるわ。ふにふに。あ、ショーゴくん。ケン。よし、今度はお腹をプニプニ攻撃だよ。
島ネオちゃんにミフちゃんか。カシマシが苗字かと思ったよ。あれ、ゆえちゃん来てたのか。ちょっと久しぶりだね。最近やつどうよ。え、あ、うん、ちょっと前までは時代はナノテクノロジーだって言ってたんだけど、今は量子のトンネル効果がテレポーテーションなんだって。うん、じゃあ相変わらずだな。うん、それで11次元の超ひも理論がすごいんだって。浪人生なんだから、ゆえとしてはもう少しちゃんと勉強してもらいたいんだよね。無理無理、あいつは周りが言っても聞かねえからな。11次元超ひも理論、何の勉強してんだよ。でも11次元まで授業があると終電なくなっちゃうよね。高校の時の同級生、そういえば正吾って浜学だっけ。じゃあさ、稲見健って知ってる。知ってたか。もしかして友達。有名？タルタル。ラブシーンの相手は白川ホタルって子だろ？俺と稲毛、同じアパートに住んでたんだ。じゃあな、明日。あのね、今日ね、昼間私興奮しすぎて大事なこと言い忘れてたよ。ありがとう、携帯プレゼントしてくれて。正吾が言ったみたいに、今から枕にして眠るね。夢見るかな。じゃあおやすみ。見れるといいな。
こんにちは。木田さんのお友達。で、この間会った人。名前。Sure.